奥様のお実家の家紋残せます金箔が吹いても剥げない国産仏壇お仏壇の販売がてしょうか永田光輝でございます 二千十九年四月の九日火曜日、今朝五時五十三分、朝動画でございます。今あの、入り口がここなんですけどね、ねチュンチュン言ってますね。もうだいぶ明るくなりましたね。もう本当春が、あ春だなって感じがしますけど、ですね。はい、えー、実はですね、今日はですね、あのご紹介というかですね。あの、当店は、お仏壇を購入いただいたお客様に、家紋、お仏壇に、家紋、そしてですね。この二十四金像岩で、おりんで、家紋を彫り込んでおります。 でお客様からですねあの奥様の実家の家紋も残したい、やっぱ今、多いんですよね、やっぱ子供さんが前に比べると少ないですから、ですねできますでしょうかということで、あいいですよということで、こちらがご主人の家紋、こちらが奥様の家紋、これは丸に2匹という家紋ですね、こちらが丸に違い、高野葉、阿蘇家、菊池家、素晴らしい家紋ですね。はいいででででこここれっちうう形すすねあのですからお客様の おじく、奥様のお実家の家紋を残すことがで,できます。やはりですね。こまあ、こちらに書きましたけど。 家紋というのはですね私はもう大切な家の財産ルーツになると思いますやっぱでやっぱですね一つは家紋というのはですねやっぱこう長年ずっと伝えられてきてるから形が洗練されてるんですよね俺じすそう思えばデザイン的にも素晴らしいと思いますねですからもうあのこういう形でですね奥様の実家の家紋を残したいですとのご要望でございますからもういいですねってことで両家の家紋を24金象がもうこのお仏壇買って いただいた方にはサービスいたしますまああのお値段的には50万以上でお客様ですけどですねはいでオお仏壇に、えー、料金家紋取り付けますあ,あとですねあのー、今よっこらしょ <laughs> よっこらしょよらしょあの今ですねあのーえー にもうすぐ令和元年発布されますよね、ですからそういうお祝いで、ですねこういう令和元年仏壇建立、これもあのいたしますので,で、こちらにもですねこういう形でですねお客様の名前を彫り込まさせていただきます。はい、では、まあ、はい ですですね、これはもうあのこれをやるのはですね当店だけ日本で当店だけのオリジナルサービスでございますあのこういうなかなかこれめんどくさいんですよね手がかかりますですから大手さんはできないと思いますただ我々小さいお店はですねこういう小さいことでですねお客様のお役に立てていきたいと思っておりますはい、ではこここまで、の動画を見ていただいて誠にありがとうございましたこれよりお礼を申し上げます皆様の開運ご発展お祈り申し上げます